開国の侵略は実のところある陰謀の一部に過ぎなかった。5つの拠点をつなげるために開国を捨て駒にして雲外峡を都の結界の中に入れた。望めば空間中の特異点となった都と五芒星の陣をつなげた拠点を一気に崩壊させることができる。つまり雲外峡は終焉と最悪を導く導火線だ。陰謀を仕掛けたのはあのヤマタノオロチだ。奴は終焉の時の鍵である雲外峡を都の結界に仕込んできた。開国が大江山に侵入し戦いになった時、海の傭兵どもは興奮状態だったが士気を全く感じなかった。海鳴りは己の傭兵の精神を操り、戦うことしかできない人形軍隊を作り上げていたんだ。あの時気づいた。あの精神を操るようなやり方はどこかで見たことがあると。そして都での戦いで海鳴りの背中からヤマタノオロチの容器と印が現れた。頼光が言っていたように、都に訪れる新しい試練、そしておそらく鈴鹿山の異変も奴の計画の一つだったのだろう。奴の目的は我々の戦いだけではない。大蛇の霊樹をかけられた雲外峡を利用して荒川、七角山、黒曜山、大間の原、大江山をつなぐあいつの真の目的は終焉の時を発動させることだ。アヘンの分際でそこまでのことができると。鬼王たちの勢力範囲も巻き込まれるようだな。どうやら破片の浄化が最優先のようだ。今回は私たちが先手を打つ。